はい、始まりました信長の野望創造実況、信長リベンジ編。今回はまず浅井を落として、その後朝倉と足利家、ここの辺潰して関西を乗っ取りたいと思います。出す兵はなるべく少数精鋭にして、鉄砲がない、鉄砲買って。ありがとうございました。よし、少数精鋭部隊で朝倉と浅井を撃っていきたいと思います。ここはちょっと辛いかな。2800防衛に回そう。よし、こんなもんかな。からも出せるけど、一応武田家がどう動くかわからんし、これで行こうか。とりあえず足りひんかったら後で援軍を出すと。え、若さがやられた。あ、え、出陣します。はい、かやったのに。早速戦いになっているな。必ずや勝つ。かしこまりました。手出しは無用だ。まずこいつら、よし、押し込め。こっちから潰すか。柴田勝家だけで行こう。まず守備強化して、まず弱体化して、向こうが突撃してきたから、よし、よし、これで三体包囲で2000、5000出てるな。こっちはこっちで潰しとくか。まず敵どこや、こっちか。よし、かしこまりました。参るぞ。覚悟は良いか。攻撃か。間に合うか。ちくしょう。よし、射撃を幅強化。よし、突撃はされたけど、どうにか落としたな。承知いたしました。承知いたしました。斉藤動作。かしこまりました。信長がいいのか。成政ちょっと、どう行こうかな。成政こっちに行こうか。お任せください。よし、敵を追い詰めるのはお助けいたします。まずこっちからか。行くぞ。承知いたしました。かしこまりました。
一式機も来ないんだ、配下にいたのに。足利なんかめっちゃ頑張っとんな。承知いたしました。鉄砲撃てへん。狙撃で一気に突撃したのか。よし、中央戦い、もう無理かな。柴田が強いだけで終わるかな。よし、あ、中断や。キリスト教は伝わってる。始めましょう。報告いたしますぞ、報告いたしますぞ。城が立ったんか、ここやな。まず一人送って、成田か。ここにいっぱいいんな。50席送っとくか。よし、これでいいや。よし、これで対決もう一回。柴田勝家で一気に攻める。手崩しといて終わりか。信秀、信長どこ行ってんねんこいつ。俺の命に従え。めっちゃ偉そうやな。よし、よし、落ちたな。朝倉が戦ってる間にこっちは朝倉攻めると。こいつらもお任せください。こやな、まだ来てるんか。我が策、戦場を制す。こいつらもかしこまりました。こやな、こうしてこうか。2体。承知しました。3体目。こいつもこっち。承知いたしました。行こうか。出陣する。出陣する。ここはどうなってんの？朝倉が戦ってんのか。かしこまりました。こっちの3体はこっちや。かしこまりました。
これ一気に潰そう。潰せんのか。めんどくさいことあってんな。清水山城。こっち経由で。お任せくだされ。とりあえず追いかせようか。野村が。野村がどこ行く。野村がこっち行かせよう。手出しは無用だ。お。よし。養生を始めましょう。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。なんかいっぱい入ってるけど。よし。まずここに部署入れようか。岡崎城から誰がいいやろ。誰くらい入れとくか。こっちにもどっか部署入ったん。駿府城か。成田を入れといて、そしてもう一人は、ここもでっかい城やから、なかなか強い武将を入れるべきねんけどな。よし。二人入れとけばいいやろ。ガンガン進めよう。回り込んでの。我が戦、お見せしましょう。はい、落としたな。後ろから行けば間に合うかな。ああ、本願寺に行ったか。出家しやがった。まずここ潰すか。もう不和がやばいな。桜不破に生かして不破使い潰そうか。まずこっちか。来たー。野襲成功。松平広忠。よし。承知いたしました。よし、射撃を暴けようか。乱戦強化やな。攻撃して突撃。これで一気に削って、よし。これで、ああ、こいつらこっちやな。3体いるし。秀吉もかぶってんのか。秀吉もこっちや。お任せください。出陣する。お、何が起こる。お、殿の指でしょうか。北笠る貴様の武士役士。あ、ここ秀吉の城になるか。
であるを2級から10を頂戴いたしまして、橋場秀吉かには柴田かよかろう。よし、お橋場秀吉になったか、うん、今浜のうちの城でございます。今浜城、長浜城、おどうですか、首は殺害されていったところか。おう、まずこっちで戦うか。7000体、数が少ないところで。さっさなりますだけでいけるか。突撃で一気に行け、領事縮小、消し去って、こっちが次4000対3000、微妙やな。お、迂回なんてさせません。よし、どういう経路で行こうとしてんのかな。4000対5000か、本願寺が来とんのか。バッチバッチやってんな。よし、8すか56、引き寄せる、攻守上げといて魚で突撃来るかな。突撃が来そうねんな。鉄砲撃っとくか。で、ライダーに鉄砲撃っといて。よし、もう一回鉄砲。この3体で潰して、次こっちか。5000、お、信長が倒した。こっちやな、勝家か。追撃するか。お、こっちもこっち行こうかな。無効化して、ここでここを抜けたいか。わあ、中断か。
よし。お命令を下され報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。よし、今回はこれにて終了。今こうなんて読むんやろ、分からへんな。金ヶ崎城と清水城と、とりあえず長浜城とここ多いな。浅井長政ってか浅井家をとりあえず滅ぼして、次回からは朝倉を先に殲滅させていくということですね。東は北条が動かないんで、今の間にどうにか防衛を固めていきたいと思います。よし、以上終わります。